4つの閣僚に加え、自民党の幹事長も務めた石原伸晃候補。10期連続当選、無敗を誇りますが。他の選挙区への応援に出ず、地元で懸命に支持を訴え、候補者が拡声器を使えない夜8時以降も駅前に立ち静かにアピール。選対幹部が初めて追う側になったと漏らす今回の戦い、その理由が。選挙ポスター見たことある。ありがとう、嬉しい。立憲民主党の吉田晴美候補に吹く野党共闘の追い風。大きな責任を私は感じ、緊張すると同時に絶対負けられない戦いになったと思っています。公示日、自民党の議席を小選挙区で奪う、その目的を達成するために今日からが本番。枝野代表がのろしを上げ、8区から立候補者を下ろした共産党は、選挙区は吉田晴美、それを支えていく比例は日本共産党ということで、電話攻勢で吉田候補を支援。党の機関紙赤旗に織り込んでいるのも吉田候補のビラです。私は初めてです、他党の方のビラを織り込むのは。さらに8区からの立候補を取り下げ比例に回ったこの人も、勝たせてください、選挙区で吉田晴美でございます。ありがとうございます。衆議院でお会いしましょう。社民党も含めた野党4党は前回の衆院選で野党で割れた票を合わせれば石原候補を上回っていたため勝機ありと見ているのです。これに石原候補は、初日の宣伝カーの数を見ても4対1、いや、これは偉いことになった。しかし私はへこたれません。なぜなら選挙の構図については、絆がある保守中道、ここと左翼連合との戦いであるという構図をぜひご理解いただきたいと思います。昨日は岸田総理も応援に。石原さんは今日本にどうしても必要な人です。何としてもこの8区激戦を勝ち抜かしていただきたい。皆さんに勝利を与えていただきたい。自民党の大物に野党共闘で挑む新人候補、政策には大きな違いがあります。母親の介護や自らのがん、発達障害のある娘の子育てなどを通じ政治を志したという吉田候補は、共に支える、苦しい時に苦しいって言える、そしてそこにお互いに助け合おうよって言える日本に私は変えたいんです。成長と分配どっちが先かという話もありました。私は明確に申し上げます、分配が先です。消費税を 5% にして生活者を応援し景気を回復させると訴えています。経済のパイを大きくしなくて分配だけを行ったら国は貧しくなります。それじゃダメだ。成長が重要だと訴える石原候補。パイを大きくしなければ皆さん方に社会的に困っている方々に対して分配をしていくことなんかできないわけであります。そんなことも分からない人に私は政権を任すわけにはいかない、次の人を任すわけにはいかない。一方、野党共闘に加わっていない日本維新の会から立候補しているのは異例の経歴を持つ笠谷圭司候補。
東京大学を卒業後、地方議員に。市長選に落選後、焼き芋販売など職を転々とし、ホームレスになったこともあるといいます。自民党のお金を中心とした業界団体との強固な癒着行動、僕はこれを外から壊したいと思っております。一方で野党4党の共闘については、気になるのが外交と安全保障、共産党と立憲民主党で考え方違いますよね。選挙が終わってから考えると、まあ、いうスタンスですけど、これはあまりにも不誠実な態度だと思いますね。大激戦となっている東京8区、有権者はどんな判断を下すのでしょうか。